じゃにちです。それではちょっと本題に入る前に、ついにね、届きました。YouTube さんからね、お荷物が届きまして、届いたものがこちらでございます。ちょっと薄くて見えづらいんですけども、こちら YouTube のね、銀の盾、ようやく到着いたしました。袋を開けるとこんな感じで、ゆずこチャンネル10万人ちょっと薄く出てるんですけども、サブスクライバーズということでね、本当に皆様ね、いつも見ていただきありがとうございます。この10万人の盾が届いたことで、なんか本当にね、あ、10万人達成したんだなっていうことがすごい実感してる とこではありますちなみに、この銀の盾自体ですね、あまり重たいものではなかったですね。ちなみに、この10万人の盾以外にも、僕のチャンネルに、公式マークみたいなチェックが入ったので、この銀の盾とチェックを見て、やっと実感が湧いているところではあります。本当にね、いつも僕のチャンネル見ていただきありがとうございます。では、今回の本題です。三井住友カードの新サービスの情報とキャンペーン情報についてお伝えします。合計6つに分けてお伝えできればと思うんですが、早速その1つ目がこちら、オリーブに家族 カード誕生かということなんですけども。 オリーブといえばね、こちらオリーブフリキシブルペイということで、1枚のカードでクレジットの機能が使えたり、キャッシュカードとして使えたり、デビットカードとして使えたり、ポイント払いとして使えたりということで、ほんとフリキシブルに使える1枚のカードということでめちゃくちゃ便利なんですけども、いろいろ機能が備わってる中に、今までですね、このオリーブの中には、残念ながらですね、家族カードというものがなかったんですよ。それが今回の発表で、もしかすると家族カードが出てくるんじゃないかなっていうことが発表されました。 それが、こちらの規約特約の一部改定についてというところのページが更新されておりまして、改定日に関しましては4月の16日ということですね。内容見ていきましょう。適用開始日が4月の16日。改定対象として、オリーブ・フリキシルペの会員規約、改定内容なんですけども、改定箇所は以下の赤字の通りになりますということで、早速見ていきましょう。こちら、左側が改定後、そして右側が原稿ということなんですが、原稿の場合は、これまで通りオリーブ・フリキシルペが使えます ということではあるんですけども改定後に関しましては本規約は三井住友銀行と三井住友カード投稿及び当社を総称して発行するオリーブフリキシルペの会員及び家族会員に適用される規約ですということなんですよそうなんですよね今までオリーブフリキシルペに関しましては先ほども申し上げたように家族会員というものがなかったんですけどもこの改定によっておそらく家族会員というものがですねまあ、入ってくるということかなと思いますもう少し画面を下がっていきましょう次に 用語の定義という項目なんですが、本フレキシルペイとかフレキシルペイ、決済口座、本プリペイドということで、いろいろ出てるんですけども、その中に、ちょっといろいろ出てる中で、ここですね、16番目のところに赤く、家族カードというのがですね、新しく入ってるような様子がありまして、当社が発行会社となり、 家族全員へ対応するクレジットモード専用の物理的なプラスチックカード及び家族会員が決済を行うために必要な家族カードの会員番号有効期限セキュリティコードの 情報とということで,すんで、すすすんんでででもううこここオリーブフリキシルペにについい家族カードが誕生するということなんですよねで見ていただいたらわかるように、クレジットモード専用だけが使えそうな感じなんですよね。なので、オリーブといえば、クレジットモード以外にもデビット、ポイント払いモード、あとキャッシュカードとして使えるということではあるんですけども、これを見る限り僕の認識が間違っていなければ、おそらく家族カード、クレジットカードとして使えるんじゃないかなというふうに思います。それに関しましては、ちゃんとここにもそれっぽいのが出ておりまして、本フリキシ における支払い方法にはデビットモードクレジットモードポイント払いモードの3種類があります会員は決済用カード情報を用いて両者所定のアプリ上で各支払いモードを切り替えて支払いに利用できるものとします、まあ、これはこれまで通りのオリーブフレキシルペイですねただし家族カードはクレジットモード専用とし家族会員はフレキシルペイは利用できませんということなんですよなのでもうほぼほぼこれを見た感じ確実にもう家族カードはクレジットモード専用だけっていう感じの認識になりそうですよね 次、ここですね。本フリキシルペイで Apple Pay または Google Pay、モバイルペイメントの利用申し込みにより設定された ID を利用した場合は、当社所定のアプリで指定した支払いモードに関わらず、デビットモードでの支払いになります。 しクレジットモード専用番号および家族カードで Apple Pay または Google Pay モバイルペイメントの利用された場合はクレジットモードでの支払いになるということみたいですねというような感じでちょっといろいろ他にも細かい情報が出てるんですけども、まあ、これを見る限りは先ほど申し上げたように、まあ、簡単にまとめると4月の16日にオリーブの家族カードが誕生するということですねおそらくねオリーブを家族で使われている方も中にいらっしゃるかと思いますんで気になる方はちょっとここら辺の規約もねご覧になっていただければ と思いますここで、もしですね、オリーブに家族カードが誕生すればということで、一つ思うことがありまして、それが何なのかと言いますと、少し前の動画でこちらの動画を覚えてますかね三井住友カードのプラチナプリファード二つの違いという動画をアップしました。左側、三井住友カードプラチナプリファードのナンバーレスオリーブフレキシュルペンのプラチナプリファードということで、どういった違いがあるのかという解説した動画をアップしてるんですけども、見られてない方は概要欄をタップしていただくか、こちらをタップしていただければ動画に飛ぶことができます。この時の動画でそれぞれの違いを解説します。 解説しました左側の三井住友カード、プラチナプリファードはクレジットカードとしてちゃんと使えるんですけども、右側は、まあ、先ほどお伝えしたように、クレジットモード、ポイント払いモード、デビットモード、あとキャッシュカード、さらにプラチナプリファードとして使うことができると。県面もちょっとね、違いがあったりとか、年会費に関しましてもそんなにね、ちょっと違いはないかなと。今であれば、初年度年会費無料のキャンペーンというのが、オリーブ・フリキシルペアは開催されてるんですけども、三井住友カード、プラチナプリファードに関しましてはそういったのはないですよと。ですけども、ポイント還元率とかもそんなに違いはないんですよ。ですけど、 早速ちょっと見てほしいんですけども、三井住友カードプラチナプリファードであれば、年会費無料で家族カードが持てたんですけども、オリーブフレキシュルペは持つことできなかったんですよ。これがありになったら、もうこの時点であんまり違いがなくなってくるんですよね。こちらの強みとすれば、正直なところ、家族カードがあるから三井住友カードプラチナプリファードを持つっていう方も中にはおそらくいらっしゃったと思うんですけども、オリーブフレキシュルペイのプラチナプリファードも出れば、もうこの時点でそんなに違いないですよね。<laughs> あと違いで言うと、V ポイントアッププログラムとかですね、いろいろ条件もあるんですけど、 オリリーーブフフシュルペのププラチナプリファードでああれば選べるる特典っていうのがあるんですけども、それががつまでででで選ぶことができるんすすよですけども三井住友カード、プラチナプリファードを持ってる、さらに、通常のオリーブアカウントを契約してる場合は、ま、年会費無料とかでもオリーブアカウント契約できるんですけども、それだったら一つしか選択することができないんですよね。ですけども、プラチナプリファードのオリーブフリキシュルペであれば、二つ選択できるんで、やっぱここが強いなと。あとは、クリストカード積み立てとか含めても、現時点のルールでも、そんなに大きな差がないので、もしここ で、家族カードが加わってくれば、オリーブ、フルキシュルペ、プラチナプリファードは、めちゃくちゃ強いカードに変わってくるんじゃないかなっていうふうに僕は勝手に考えてるとこではあります。まあ、あと C て言うなら、審査に時間がかかって、引き落とし口座が三井住友銀行だけになるっていう、そういったぐらいのちょっと違いになってきそうな感じはしそうかなと思っております。なので結構この家族カード誕生は大きなニュースの一つになるんじゃないかなと思いますね。続きまして二つ目、オリーブの切り替えが気軽にっていうことなんですけども、これもね、結構重要な情報なんですよ。それ こういったことかというとかちらもです、ね、規約特約特の一部改定についいてててというとうここが発表されておりましてこちらの改定日に関しましては4月の8日ということですね。ちょっと家族カードより少し早く改定がされます。内容と適用開始日見ていきましょう。4月の8日。改定対象はオリーブフリクシルペイと SNBCID 利用に関する特約ということなんですけども、こちらに関しましても、こちらの改定後が左側で右側改定前。こちらでそれぞれ見ていきましょう。この中で一番見てほしいのはここなんですけども、ちょっと 僕の認識が間違ってたら大変申し訳ないんですが、カードの切り替えっていうところを見てほしいんですよ。これが改定前、まあこれまでのルールですね。すでに本フリキシュルペイを保有している会員が、異なる種類の本フリキシュルペイの申し込みを希望した場合、現在保有している本フリキシュルペイを一度解約し、その後新規で本フリキシュルペイの申し込みをするものとしますということなんですよ。まあ簡単に言うと、僕は現時点で、オリーブフリキシュルペイのゴールを持ってるんですけども、そこから例えば、プラチナプリファードにしたいですよ。 とか通常のフ古キシュルペイに戻したいですよっていう、そういったことをする場合は、一旦解約をしないといけないんですよ。それについては、こちらのですね、よくある質問のところにもちゃんと出ております。三井セミズモカードのよくある質問のところに、オリーブフ古キシュルペイのランク一般とか、あとはゴールド、プラチナプリファードを変更することはできますかということで、これ正直僕めちゃくちゃ悩んだんですよ。やろうかめちゃくちゃ迷ってたんですけども、やらなかった理由はここに出ておりまして、 いいえ、できません。オリーブフリキシルペはランクの変更ができないため、ご希望の場合は一度大会解約をしていただき、約2週間後をめどにご希望のランクのオリーブフリキシルペを新規でお申し込みくださいということなんですよ。これめちゃくちゃ大変じゃないですかこれを見た感じ。僕は現時点でオリーブのゴールドなんですけども、プラチナプリファードに正直変更したかったんですが、一旦解約をして約2週間待った後にオリーブのフリキシルペにしないといけないって考えると、ここの空白の時間とか含めると、いろいろ大変だ なと思ったんですよ一応ですねもし解約する場合についてはこちらをクリックもしくはタップするとこういった風にオリフリクシルペの解約方法を教えてくださいということで分かりやすく出てるんですよこういった感じに解約の手続きをしますよということで手続き自体は1週間からる2週間かかりますよとそういったことがあったのでプラチナプリファードにあげたいなと思ってても、まあ、この部分が懸念点としてあったんでしなかったんですけども今回のこの発表を見る限りはそこら辺が結構気軽にできそうだなっていう感じの書き方に見えたんですよちょっと認識 聞き間違ったら申し訳ないんですけども。 一緒に見ていきましょう。カードの切り替え。すでに、本フリキシルペイを保有している会員は、異なる種類の本フリキシルペイへ切り替え申し込みを行うことが可能です。そうなんですよ。もうこの時点で切り替えができるみたいな感じの書き方が出てるんですよ。会員は切り替え申し込みにあたり、現在保有しているフリキシルペイの解約及び本フリキシルペイの新規発行をしたこととなります。なお、当社は本フリキシルペイの切り替え申し込み後、切り替えマンドの本フリキシルペイのクレジットモードとして利用していたクレジットカード専用番号について、切り替え申し込み後も一定期間の利用を可能 として後日解約できるものとしますということでなのでこれを見る限りはおそらく簡単に切り替えができるような感じの書き方かなとあとはおそらくクレジットカードの番号クレジットモードの番号が後々になって変わってくるんじゃないかなっていう書き方かなと思いますすいませんもし僕の認識間違ったら申し訳ないのでいやこれは違いますよとかこれはこういった書き方じゃないですかっていうご指摘のコメントがあればぜひ書いてくださいなのでねちょっと繰り返しにはなるんですけどもまあこれまでのルールであれば一旦解約をしないといけないと一応この規約を見る限りも 解約っていう風な書き方ではあると思うんですが切り替え自体はこれまでよりかなり簡単にできそうだなっていう雰囲気が出てるということかなと思いますなのでもし今回適用開始日が4月の8日ということですのでこの時点でもし切り替えができそうであればもしかすると試しに切り替えもしてみるのもいいかなと思いますしまあ現在はね僕三井セミトモカードプラチナパリファードを使ってるので無理にする必要はないんですけどもこの時点でね何かしらこうキャンペーンが出てたりとか切り替えキャンペーンみたいなのも出てくると 面白いかなと思うのでちょっと4月の8日も注目したいとこではありますちなみにオリーブフリキシルペといえば初年の年賀費無料プランっていうのが3月の31日まで開催されているので今の時点でこれを狙うっていうのも一つの方法かなと思いますもともとね3万3000円ので、ね、初年の年会費がかかるところをそれが浮いた状態でね作成することもできたりとかそういった感じにオリーブフリキシルペのプラチナプリファードであったりとかゴールドも作成することができますので、まあ、ここら辺も狙ってみてもいいかなと思いますなので家族カードに加ええて切り替え自体が 気気軽にでででできそううなな雰囲気も出ててますすんん結構このの感をを見るるとととポポイントと v ポインントト V 統合でかなり力を入れてる三井セミトもカードだと思うんですが意外とじわじわとですね、オリーブに力を入れてる感じの雰囲気が出てるので、ここも動きをですね、すごく注目したいところではあります。もう一つに関しては、もうこれはね、過去動画で解説をしたので、そんなに多くはお伝えしないんですけども、SBI 証券、クレカ積立5万円から10万円ということで、5万円から10万円になるということは発表されてるんですけども、ポイント付与率とかの各種条件は現在検討中 ということですので、ここに関しては最新情報が発表され次第ですね。以前もお伝えしたように、なるべく早く動画を作ることを予定しておりますので、ちょっとこれはですね。本当続報待ちたいところでもあります。ここからはキャンペーン情報です。オリーブアカウント入金プラン上乗せということなんですけども、これはオリーブをですね。初めて使われる方向けのキャンペーンなんですが、オリーブアカウント200万口座突破記念ということで。すごいですね。もうオリーブ始まって、まあ1年ちょっとぐらいですかね。今始まっては200万口座も作ってる人いらっしゃるんですね。オリーブアカウント入金プラン上乗せキャンペーンということでオリーブ。 新規解説 &5 万円以上の入金プラスエントリーで漏れなく6000ポイントがもらえちゃいます口座開設期間が始まっておりまして4月の30日までですねキャンペーン概要なんですけども通常の入金プランであればオリーブの解説プラス解説月の翌月末までに1万円以上入金することで 1000V ポイントがもらえますでここからさらに入金上乗せキャンペーンということで4月30日までで口座開設プラス5万円以上入金プラスエントリーすることでさらに5000ポイントがもらえちゃいますここで6000ポイントがも もらえるということですのでそんなにハードルは高くないのかなと入金して使ってくださいとかも特にないのでとりあえず解説したらこちらに5万円を入金するとそれで6000ポイントがもらえるんでめちゃくちゃお得ですよね一応対象のお客様としてオリーブアカウント申し込み時点で当庫に普通預金口座がないお客様とここがまず大前提となりますね他の細かい条件に関しましては読んでいただいて特点の進展に関しましては得点進展時期は6月末を予定しているという流れになりますオリーブについては過去こちらの動画でね解説を しししてててておりまますすのののでで見られてないいい方は概要欄のリンクををタタッッププたただだくか右上のバーをタップしていただけば動画に飛ぶことができますもし、オリーブを作成する場合は、過去動画で何度か紹介してるんですけども、ポイントサイトをですね、経由することが本当にお得で、僕が一番使ってるポイントサイトのハピタスっていうところがあるんですけども、ハピタスでオリーブという風に検索をすると、オリーブの講座解説、他にもオリーブフリキシルペのクレジットモードを発行という2種類があります。まあ、多くの方がおそらくね、クレジットモード発行される方多いと思うので、こちらを選択する方がいいかなと思うんですが、もし、ハ a タスを経由して、 で、オリーブフリキシュルペイのクレジットモードを発行する場合は、3000相当のハピタスポイントっていうのを獲得することができます。これは現金3000円にもできますし、ペイペイポイント3000ポイントとか、T ポイント3000ポイントとか、そういったポイントに交換することが可能です。作成する際は、こういった条件を満たす必要がありますので、ここら辺を全部読んでいただいた上で、ここに問題なければ、このポイント貯めるをクリック、もしくはタップすれば、オリーブフリキシュルペイを作成するという流れになりますので、ぜひ作成する際は、こういったポイントサイトを経営することがめちゃくちゃおす,すめですので、ぜひね、ハピタスも活用してみてください。こちらのハピタスの 登録リンクも概要欄に貼っておきます次、5つ目のキャンペーンは結構面白くて、家族のお財布、パスも10%還元というキャンペーンなんですけども、それがこちらですね、家族のお財布ユーザー限定、Apple Pay のパスモにチャージまたは定期券の購入で利用額の10%還元キャンペーンということなんですけども、こちら、家族のお財布っていう三井住友カードが提供するプリペイドカードのことですね、これのキャンペーンなんですが、家族のお財布を Apple Pay に登録をして Apple Pay のパスモにチャージいただくと、期間中の合計ご利用金額10%が還元、定期券の購入も対象に なるお得なキャンペーンですよ。ということですね。ちなみに家族のお財布に関しましては、こちらをクリック、もしくはタップすると家族のお財布についての詳しい情報が出てきますので、ご家族の方でプリペイドカードとか発行される方、結構これ可愛いんですよね。そういった方は発行するのは結構いいタイミングですよね。キャンペーン内容を見ていきましょう。期間は4月の30日までなんで結構期間はあります。対象カードは家族のお財布条件については、先ほどお伝えしたように。applepay に家族のお財布を登録して、そこからパスモのアプリ。もしくはウォレットから apple pay のパスモに登録したカードを使って。 チチャャャーーージジをしししままままますすすすす期間中のの上限ににに関しましては1000 1 1000円円円分分分でででとなななりり万円分チャージすれば 1, 円分に到達するので結構お得なキンンペーンになりますよねそして、登録方法や、あとは、チャージ方法に関しましては、こちらの公式ページにとてもわかりやすく出ておりますので、もし参加されてる方はですね、こちらのページぜひ参照していただければと思います。いった感じ、家族のお財布ね、結構便利なプリペイドカードだと思いますんで、発行検討されている方はですね、ぜひこちらのキャンペーンをうまく活用していただければと思います。っていうのが5つ目。最後6つ目はこちら、三井住友カードと マルゼンジュンクド書店のキャンペーンですね。こちらに関しましてはちょっと抽選のキャンペーンなんで、サクッとだけお伝えすると、青と黄色の V ポイント開始記念、三井住友カードのビザのタッチ決済ご利用で、V ポイントが1000円相当、抽選で1000名様にもらえるというキャンペーンで、4月の15日まで開催中でございます。対象カードは、三井住友カードのスタンダードカード、オリブ・フリキシルペとか、オリブ・フリキシルペのプラチナプリファード、三井住友カードのプラチナプリファード、そういったものがですね、対象です。あとはこちらのマルゼンジュンクドカード、こちらもですね、対象ということで、期間中にマルゼンジュンクド 書店など対象の店舗でビザのタッチ決済でお会計一口として抽選で1000名に1000円相当の V ポイントがもらえるということですので普段からですねこれらのお店を利用されている方はこのキャンペーン期間中はですねビザのタッチ決済を試していただければと思いますもし当たってた場合は6月末までにですね付与されるということですので当たったらラッキーかなという感じでね参加していただければと思いますそんなこんなで今回は三井住友カードの新サービスそしてお得情報について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました繰り返しになるんですけどもオリーブにに本当に力 が入ってきてるような印象ではあるので他にも今動画で発表した以外にもオリーブはキャンペーンが開催されているのでそちらに関してはね VPass アプリからぜひ確認していただければと思いますなので切り替えがめちゃくちゃ簡単になるし家族カードも発行されるとかなるとねかなり気軽にねオリーブが作れるような印象にはなりそうかなと思うんでまたそれに加えてのキャンペーンとかがあればねかなり熱くなってくるんじゃないかなという風に思っているところではありますそして今回ですね動画内でお伝えさせていただいた参照リンクに関しましては順番に貼っておきます。お伝えした規約の リンクであったりハピタスの登録リンクも概要欄に貼っておきますと動画の感想とかあればねコメント欄に書いていってください加速カード欲しかったですとかまだこの時点ではオリーブになびかないですみたいなまあ、そういった感想があればね遠慮なくコメント欄にバンバン書いていってくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました